アストン・マーティンのフェルナンド・アロンソがオーストラリア GP で最終ラップのジョージ・ラッセルのクラッシュに関連して20秒のペナルティを受け8位に順位を下げることになった後スチュワードはアロンソの行動が異常であり潜在的に危険であったと評価したアロンソはレース中にコーナーに侵入する際に以前よりも 100m 以上速く速度を落としブレーキをかけシフトダウンするという選択をしたがこれが結果的に ラッセルのクラッシュにつながった。スチュワードは、アロンソの意図は問題ではなく、彼の行動が異常であったこと、そして、それが、潜在的に危険な運転方法であったことを理由に、ペナルティを課した。アロンソは、この判決に対して控訴する権利があるが、このペナルティにより、彼は、レース後に、6位から8位に降格し、スーパーライセンスに3ポイントが追加された。この事件は、アロンソが、侵入時に、 速度を大幅に落とし、その後、ラッセルがターン6でクラッシュする様子を見るという形で起こった。コメント、ラッセル、メルセデスのクラッシュに関連して、アロンソ、アストン・マーチンに、20秒のペナルティと3ポイントを課した。まだ控訴する権利がありますが、決まれば角田選手7位ですね。